本田さんは付き合う相手を選びますか、またどのような基準で付き合う相手を選びますか。付き合う相手選びますよ、そりゃそうでしょ。時間は有限ですよね。なのでしっかりと自分にとって、価値観が、合う人、自分のビジネスにとってメリットがある人、こういう人たちとできるだけ長い時間過ごすように、心がけてます。いい人間関係を築くにはどんな考え方やコミュニケーションの取り方が大切ですか。幸福になるのも不幸になるのも人間関係が最も重要な要素だと思っています。素直にじゃないですかね。誠実に素直に、自分の周りの人と接することができれば、その幸せになると思いますけどね。